どうもベタです。パワプロやっていきたいと思います。はい、本日は公式戦2回戦やっていきましょう。そして前評判は B です。さあ、なんとかジャイアントキリングを起こしていきましょう。こちらの評判は一応 D です。総合戦力ね。はい、では勝ちに行きます。行きましょう。で、若尾くん、北見くん、とこたくん、さあさあさあ、誰使おうかな。北見くんかな。やっていきましょう。うん、まあとこたくんが好調だから、まだ戦えるよ。はい、どうすかな。砂川くんが座ってきたら、でも神保くんだな。そうだ、オーダー設定しないからダメだ。こうだね。はい、これでいきたいと思います。 B ランクではなく、もうちょっと低いランクの相手が来てくれると助かるんですけどね。お願いします。いい意味で裏切ってください。ひたすら勝利を目指します。第2回戦の模様をお届けいたします。一塁側高校チーム、三塁側岩見沢。拍手に送られて守りに散っていきました。お願いします。さあ、2回戦プレイボールです。 B ランク、そううまくはいきませんね。さあ、頑張って先取点取っていきましょう。ワンアウト一塁、ワンアウトランナー一塁という場面で、バッターは2年生北見、マウンド上ピッチャー平川。とりあえず打ってみよう。第9球打ちました。ナイバッティング、いいっすね。ありがとうございます。助かります。いいね、いいね。一発当たりました。超スローボールを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。打ってくれた。ありがとう。さあ、とこたくん頑張って。お、1点取ってる。いけるぞ、いけるぞ。高校チーム、じゃあもう一発狙ってもらおう。いけ。打ちました。勇気、余裕があります。まあ、いい角度では上がってるんですね。スリーアウト、チェンジ。はい、序盤終了しました。とこたくん、まだノーアン、ゼロアンダーで抑えてます。頑張って、お願いします。おお、ノーヒットノーランしてるぞ。すげえ、やるね。ではもう一発打ってください。あー、チップ。ちょっとさすがに追い込まれたからミート打ちにしとこう。うん、残念。ボールを掴んだ。おお、ラッキーラッキー。ラッキーラッキー。ファーストのエラー。ファーストのエラーです。三塁いける、いけないか。いいですね。いや、宮内くん、頑張ってください。一発狙っちゃっていいよ。引っ張った。ナイバッティング。いいっすね。この回、もう1点取りたい。沼田くん、頑張ってください。広い線は違うな。さあ、君はまだパワーが足らない。やっぱり打て。打ちました。お、落ちた。ナイバッティングね。いよいよこの調子で打ってください。4対0。ツーアウトランナー一塁。いいね、いいね、いいね。さあ、ラッキーボーイのハイボールヒッター。ハパワー気持ち。初球から打って、残念。セカンド正面、一塁へ送る。うん、まあでも追加点入れたね。中盤までこの調子でいってください。とこたくん、もうちょっと頑張って。としています。あー、2点取られたか。まだ勝ってる、まだ勝ってる。まだ行きましょう。高校チームリード。マカオくん、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。打とう。うー、厳しいな。アウト、ゲッツー。お、いい感じにどこだくんが来てる。頑張ってほしいな。一発打ってちょっと援護してくれないかな。どこだくんお願いします。さあ、腕きたみ。三振。残念。では最終回いきましょうか。あれ、なんだ、あ、誰か変えたのか。まあでもこのままいきます。大里くんと岡村くん変えてもいいかな。勝った。あ、でも岡村くんの方がダメだな、守備が低い。このままいきます。さあ、いよいよ9回に入る。あれ、誰か
ょっと待って、もうちょっと待ってくださいね。おかしいとこはないね。ない。行きましょう。では熱血使って、で、守備も上げていきましょう。高校チーム。で、頑張ってください、トコト君。最終回抑えて、ジャイアントキリングを起こそう。ナイピッチン、いいですね。右バッターボックスには王様、ここまで全打点を叩き出しています。さあ、こいつは気をつけて、さっきホームラン打たれてるよ。セカンド抑えて、ナイスセカンド。危なかったけどね、送球が。右バッターボックスは尾形。では最終だ、抑えてください、トモタ君。もうピッチャーを変えないよ。去年嫌な思いしてるからね。ナイスショット。やっと、やっと2回戦突破しましたね。はい、秋の大会2回戦突破しました。では同大会ですね。はい、なんとか勝っていけた、ありがたい。うん、なかなかいい試合でしたね。で、こんな感じで、まあ、トコタくんが本当に頑張ってくれてるね。本当に今日はトコタくんのおかげだ。はい、お、中堅校にやっと戻れました。ありがとうございます、助かります。やっとだ。でも次の大会で負けてしまうとすぐ下がっちゃうんでね、頑張っていきましょう。ではちょっと続けていこうかな。で、とりあえず、はい、やっていきまーす。で、業者が来ましたね。業者が来たので、うん、交換券もらっていきましょう。で、線のやつあと1個。うん、ムニムニボールで完了ですね。で、あとは、機材お楽しみ交換券もらいましょう。これでまた上がっていきますね。で、何かないかな。なさそうだね、300で買えそうなやつは。はい、ではこのまま行きましょう。お、優勝、いいですね。お、いいね、あいつ踏みたい。で、とりあえずムニムニボールやって、交換券やってベンチプレス、いいね、いいね。だいぶ揃ってきましたね、グランドレベルも59です。はい、では3踏みましょう。いいのくれないかな。お、耐久度ありがとうございます。そして秋の同大会で好成績を収めた結果、地区大会へ進出することができる。はい、秋の同大会で好成績を収めた結果、地区大会へ進出できることになった。さあ、頑張っていきましょう。来月ですね、来月に向けて頑張っていきます。で、ちょっと調子がそんなに良くないから変えていこう。あのプロ野球選手踏みたいですね、踏んでいこう。そして、うん、1年生のピッチャーでちょっとピンチが F とかあったんで、それを直していきたい。お願いします。うん、で、とりあえず、うん、行こうか。はい、スタミナが上がっていく。で、お願いします、赤徳消してください。はい、10月ですね。うん、では稲垣くんがもう使えるようになったけど、赤徳消せたらもっと使えるようになりますね。で、宮下くんはちょっと今年は使う気はないので、スタミナ上げといてもらおうか。どっちがエースになるかだよな、来年の。今年はトコタくんでいいや。頑張ってください。で、お任せが
なってるからパワーで、俺はミートでいいかな。山脇くん、もうちょっと頑張って。で、大里くんはパワー、岡村くんもパワーで、若尾くんはちょっと走力上げようか。いや、肩だ、肩上げとこう。で、宮内くんパワー、北見くんパワー、望月くんはミートもうちょっと上げたいな。ジンボくんもミート、はい、これでいきます。赤徳消してください。残念。はい、公式戦の手前までやってまいりました。で、相手の前評判は A となっております。残念ながら A となっております。はい、頑張っていきたいんですけども、本日の動画はこちらで終わらせていただきます。次の戦い、ジャイアントキリング、まあ前回も2回戦も、まあ、B ランク格上倒せました。今回も倒していきたい。では本日の動画を終わらせていただきます。次の戦いご期待ください。ベタでした。さようなら。